はい、どうも、ですね、スマウラ三条遊園に来ております。ちょっとね、ここでちょっと小話したいと思います。ちょっとじゃあジェネレーションギャップについてちょっと話したいと思います。最近僕ね、結構若い子と喋るとジェネレーションギャップを感じることが結構多々あるんですよね。この前なんか若い子がヤマピーヤマピーって言ってるから、あの僕の中ではあの声優界のレジェンド山寺宏一やと思ってたんですけども、なんか向こうからしたらニュースの山下くんやったりするんですよね。で、桜井くん桜井くんって言うから、やっぱ僕の中ではミスターチルドレンの桜井さんなんですけども、若い子はね、嵐の桜井くんやったりするわけじゃないですか。で、ミッチーってわかります？誰のことか。僕の中では 100% あの及川さんなんですよ、王子様今なんかなにわ男子の道枝くん、ちょっとあんまり僕わかんないんですけども、になってるみたいで、なんかもう時代も変わったんやなとか思ってたんですよね。他にはね、ヒゲダン、皆さんにとってヒゲダンといえばね、もちろんヒゲ男爵ですよね。ルネッサンスってどうも違うみたいで、なんかヒゲダンディズムらしいんですよね。なんかそのヒゲダンディズムが歌ってるプリテンダーっていうなんか曲があるみたいなんですけど、その話をしてる人たちの中で、いや、プリテンダーのあの曲いいよね、プリテンダーっていう話をしてる人たちがおったんですけども、僕プレデターの話してんのかと思ってえ、プレデターいいよねって、あ、なんか渋い会話してるななんか思ったりとかしてて、なんか違うんやと思って、ちょっとなんか恥ずかしい思いしたことって結構あったりとかするんですよね。なんかあります？皆さんにとってこうジェネレーションギャップに感じたことみたいなことあったらね、逆に教えてほしいなと思います。はい、もうね、若い子には負けるわです。はい、以上です。私がおじさんになったら、あなたはおじいさん以上です